ますね。そうですね。もし一番最後に滑ってて前の人たちと比較して良ければもうちょっと高い点が出てもおかしくないわけですね。はい、またここも個性的なペアですから楽しみですね。フランスのサラ・アビドボル、ステファン・ベルナデスです。ショートプログラムでは第3位、女性26歳、男性27歳です。このヨーロッパ選手権では5回銅メダルを獲得しています。もちろんメダルを狙っています。そして今年は違う色のメダルが欲しいはずです。トリプルですね。非常に大きな高さのある2回転半のジャンプですね。練習ではね、これ3回転半もやってたんですよ。女性がシングルになってしまいましたね。トリプルツイスト。これがもう非常に難しい。すごいバランスですね。キャリーリフトですけどね、手の位置がどこを持ってるかでもう違反かどうかっていうところになりますから、はい、ですからもうジャッジも一生懸命こう目を凝らして見てますね。ペアはコーチとコレオグラファーでもうすっかり変わりましたね。コーチはやっぱり世界選手権やなんかで活躍しメダル人になりました。旧ソ連時代のですね、はい、スタニスラフ・レオノビッチ、これにこの人に教わってから本当に力をつけましたね。振り付けの方はタラソワがやってますから、はい、まあ、そういう意味ではもう素晴らしいコーチと振り付け師っていう面で文句し分ないんですよね。で2人とも個性豊かですから、アダムスファミリーの雰囲気をよく出してますよね、はい、もうここはもう有名なところですから。そうですね存分に楽しんでもらうところですよね。ラストリフトからの回転のところなので見せ場を作ってますね。
フランスのサラ・アビトボル、ステファン・ベルナデスでした。応援団がすごいんですよ、はい、ローザンヌですから、もうフランス領もう国境すぐですよ、ね、ジュネーブ、ね、もうちょっと隣はもうフランスですからね。ですからもうずいぶんいっぱい来てる。で、はい、またあそこが結局ローザンヌの言葉もフランス語ですから、そうですね。で